皆さん、ポコニャチは。さて、今回はこちらのコースに挑戦していくよ。ちょ、鬼畜すぎって書いてあるわよ。実況者破りの道場だってな。ふっふっふ。実況者破りをしてやろう。破りって。わけわかんないわ。相当難しいコースなんだろうな。さて今日の死に様は。よりどりみどりだけど、このファイアーバーに決めた。いや選んで死ぬもんじゃねえだろ。まずはドッスンの上に行くのかしら。あっとファイアーバーにビビりすぎたか。でも、どこに行くのかしら。右はファイアーバーで危ないし。あっと今度は勢いつけすぎた。ドッスンの上に道があるのかしら。もしかしたらそうかもしれないね。もしくは隠しブロックがあるとか。こことか怪しい。テテレサじゃねえかー。く、これは死ぬしかないか。ってことは、やっぱり右か。勢いつけて大ジャンプしてみたら。はい、ってこねえか。なんかアイテムが入ってたみたいだが、ちょっと確認してみよう。確かここに。おお、プロペラじゃないか。やったぜ、これでゴールまで行くぜ。どこまで行けるか。すぐに壁だったわね。慎重に降りよう。って、このトゲの中に入るのかな。あらら、すぐにプロペラ失うのね。いやーここにもテレサがー。せっかくキノコもあったのに。真ん中だけ出すことにしよう。だが、結局ドッスンに当たっちまうんじゃね。いや、多分スピンジャンプでいけると思う。あ、そっか、ドッスンの上判定って確か甘かったもんね。そうそう。そしてなんか最強装備になってるな。あ、あれ？ちょ、これ嫌な予感がするんだけど。全部塞がれとるやん。ぐぬぬ。もちろんこの右も？当然のようにいけないわね。ってことは下のアイテムは罠だったのか。上のリフトからじゃないといけないってことか。っていうか、結局チビマリオでしかいけないんだからキノコは取らなくてもいいか。せやな。で、届くのか？ヒップドロップでいけるんじゃないかな？ほらね。ここまではいい感じね。このコースって長いんだろうか？っていうかスピランじゃないのよね。お、このメットを運ぶ感じかな？だが、普通に左から入って取れるみたいだぞ。いや、絶対孔明があって戻れなくなるよ。だから地味だけどこうやって運んで。最後にキャッチするってわけね。そういうこと。僕の予想だと、このメットでタスジャンするんじゃないかな？タスジャン行くぞ。ほい。お、成功した。この後は？ってピースイッチに埋め込まれた。ビジョンをしなくちゃいけなかったな。せっかくタスジャンできたのにね。さて、このコースのおさらいだよ。あれってでも、タスジャンじゃなくてメットの壁当てジャンプでもいけるんじゃない？いや、それ以前にもっと簡単な方法があったよ。え？簡単な方法？一体どんな行き方なんだ？まずそこまで行くよ。ここはヒップドロップ後にスピンジャンプを使えばちょっとショートカットができる。そしてそのまま一気にダッシュジャーンプ。普通に届くんかい。あはは。別にメットはいらなかったね。次はドクロリフトか。トゲをかいくぐらなきゃ。そしてこの後はトゲがなくなったわね。ここゴールの床じゃね。ってことはゴールだー。はい。というわけで無事にクリアすることができました。いやー、最後は結構あっさりだったな。最後Pスイッチ持ってきてよかったわね。いやー、鬼畜すぎって書いてあったから不安だったけど、クリアできてよかったよ。確かに、鬼のように難しいっていう感じじゃなくてよかったな。一番乗りもできてよかったわね。うん？さて、コース制作者のタカさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。